旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ、コールが車で待ってんだろ。ドロッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほら、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょう。まあ仕方ね。燃料を切らしたのは俺たちだ。将軍にあれだけ言われたにもかかわらずな。言ってたね、ゲート出るときね。うるせえんだよな、これは。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あ、王子。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。
あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？工場に入ってるのオートのやつか。あ、なんだそれ。いらっしゃいませ。何か食ってくか。腹減ってんのか。こいつらには迷惑してるんだ。腹が減ったら戻ってきな。あ、ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文無しか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの。悪いんだけど金貸してくれ。ん、なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。ここまで計算されていたとはな。せっかくだ、外のやり方に習うか。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。行くか。よし、行くか。行こうか。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。その調子だ、ノクト。あ、イグニス、遅れるなよ。これで満足だろ。よし、次の地点へ向かおう。
って滑った。ノクト、気をつけろ。おとなしくしてもらおう。一分でいけるか。一分もいらないって。うりゃ、くらえ。さあ、うりゃ、どうだ。終わりだ。ほら、プロンプト。いや、くらえ。いい感じだ。当然。でや。嘘。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。戦い慣れてきた。もうね。と、疲れ。悪かったね。とどめだ。とどめかな。はい。よ。あ。一体誰を狙ってる。悪かったって。よっ。これならなんとかなるっしょ。ムードを変える。ノクト。使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。あれ、電話。はい、シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった、見てみる。シドニーから、なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。また美しい姿だ。荒野に佇むランガウィータ、何百年と変わらない気高さだな。手紙？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。欲しいな。しつこい奴は嫌われるぜ。ドクター、しっかり敵を見極める。もっと強く。はいはい、くらえ。大したもんだぜ、ホント。てやっ、おい、
せえ滑った。よし、終わったな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。俺たちが再び車に乗れる日は本…いや待ってくれ、提案がある。なんだあいつ。凍結というモンスターだ。鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。いや、それさ相当だね。性格的に関わりとった。よーし、やったな。全員無事だな。先行こうぜ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。あ、やってやる。報酬は？恩に着る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクトも人がいいね。金の話しそびれたでしょう。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。
しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。でや、お前もな。でや、それ。最後だ。よ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。あれかっこいいな。あれかっこいいな。だろ。グラディオは絵になるからずるいな。一番詳しいって。陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。見て、あれじゃない？竜
なるほどか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわおお、やった、すっげえ。さすが。あ、まだだ。えっ、うわあ、行こうぜ。ああ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない。だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。鉱石みっけ。悪いな。そうだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。わっ、やっぱでっか。あれ生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。
どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。グラディオ、店行こうよ。いいぜ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？面倒だな。引き受けてあげようよ。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーディナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。あ、そうだ。せっかくだからこの子、カスタマイズしてみない？今日のご注文は？好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？強化したいパーツはどれかな？これでいい？楽しみにしててよ。注文通りに仕上がったよ。行くぞ。行こう。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったら
もう行けないよ。ああ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。気を取り直していこう。美人だし趣味も合うっていいよね。今度は誰との妄想だ。もう用もなくハンマーヘッド行きたい俺。回復系のアイテム買わないとね。意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるときこの手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。
いざ気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。いらっしゃい。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。準備はできているか。あ、よし行くか。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知
り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはあり、これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレ。はあ、ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。の後はオートにお連れするの、ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おほほ、しっかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ、船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ。
それ、お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。ガーディナにようこそ。ガーディナにようこそ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていたな。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえ。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。メニューはこちらです。悪さしてるのはこいつらね。またいらしてくださいね。ティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？全然聞きたくねえわ。待て、変に刺激したくない。はい、聞くってことね。じゃあ地図貸して。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。追いかけするしかないな。ここの腕はすっ、完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。ガーディナにようこそ。いらっしゃいませ。かしこまりました。
今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。わ、あんな乗りの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。まで勝って思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。準備はできているか？あ、行こうか。
着いたぞ。あ、チェックインしな。オルティシエのだ。お腹すいた。今日は船が出てないんですって。向こうの、おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でも出発準備できたって。マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。おはよう。イグニスはすぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が。オートが陥落した。はあ、何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルティシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だと、いいのに。他に情報は。
自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ、クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。オクティス様、かつてレネスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエにして変化した。カンナギとしてではなく大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神のさ、隕石の下で王様を演じる。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結ぶ。多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように、お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙ってる？敵の将軍に何を聞いている？前に進み続けなければならない。行ってくれ。